はい、今回はですね、五目甘煮セット、五目甘煮ですね。では食べたいと思います。これも冷凍物、まあおかげさまで冷凍物のこういう弁当いいですねって言われてね、非常にいいです。ただちょっと量がまあスーパーの弁当と比べたらちょっと少ないっていうのがね難点なとこなんですが、このね、ナスの甘さとふわふわ感がすごい。で、この、しじきの、もう黒々としたしじきの旨味とか、少しちょっと苦味があります。で、キャベツを炒めてるのも、なかなかシャキシャキとした新鮮味があるし、これの、これはイカだね。イカが柔らかい。本当にこれ冷凍なんですかと疑いたくなるんだけど、非常に、あれですね。シャクシャクしてるし、あとはこの、このレタスがいい味出してるね。ちょっとごめんなさいな。で、お肉も柔らかくて甘いタレ漬けにしてあって、結構いい美味しさですよ。で、このごまだれに漬け込んだ味わいと美味しさっていうのが非常に良くて、なかなかいい、シャキシャキとしたいい味わいだなと思います。ご市場にね、味わい深くて白菜のシャキシャキ感と新鮮な甘さっていうのがあってね、これはこれでなかなかいけるいい味だなっていうふうにね思います。どうもありがとうございました。